音楽流そう。こんばんは。よいしょ。ありがとう。こんばんは。にゃんぱす。すごいハロウィンだ。こんなになってるんだね。コメント。回復失礼します。どうぞ回復。ゆっくりしてってください。くーさん、名古屋のひーくんさん、ボストンさん、主席さん、ひろゆきさん、たしさん。こんばんは。ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。おひさ福田さん、やっほー。ありがとう。見に来てくれてありがとうございます。こんばんは、主席さん。こんばんは。トリックアトリート。お菓子くれなきゃ、いたずらするぞだっけ。そうだよね。そっか、今日はハロウィン当日だもん。662さん、福田さん、こんばんは。ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。ほう。だった。福田さんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。コスプレしないですか？コスプレしないです。お菓子くれないといたずらしちゃう。にゃんぱす。にゃんぱす。こんばんは。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。りょうくんさん、ありがとう。あと福田さん、招き猫、ありがとうございます。ありがとう。ハロウィン、ハッピーハロウィンです。皆さん、私は課題にちょっと追われてるので、課題をしなきゃいけないんですけどあとお部屋がなんか親指怪我してる、なんかそれでなんか手があんま使えないんだよね。なんか髪洗う時とか、その髪の毛、手のその傷口に挟まれる感じになるとすごい痛くて。そう。こんばんは。よしくんさん、ジョニーさん、はやぶささん、こうきさん、こんばんは。やっほー。いたずらされたいからお菓子あげません。いやトリックアトリートですよ。お菓子ください。お菓子食べたいな、本当に。なんかハロウィンも、ハロウィンの話題も、ハロウィンの話題もいいと思うんですよ。いいと思うんだけど、私はもうとにかくもう10月が終わるっていうこの事実にもう驚きが隠せなくて、もうどうしよう、どうしようってなってます。そうですね。ありがとう。ハート、ありがとうございます。りょうくんさん、ムーンを追い出す、ありがとうございます。つんつん、ありがとう。いえいえです。りょうくんさん、ラブたくさん、ありがとう。送ってくださってありがとうございます。ありがとう。ご飯なのでミュートしますな。後でね。ありがとう。見に来てくれてありがとうございます。くーさん、ハート、ありがとう。名古屋のひーくんさんもありがとう。ハート、ありがとうございます。ちょっと本当にね、みんな私の話を聞いてほしいのちょっとね、本当にね、あのね、聞いてほしいんですよもう過ぎたけど、常山ひみかげくん10月30日、誕生日だった。ヒロアカの公式がツイートしてましたよね。そう、ツイートしてて、おお、とこやみくん誕生日おめでとうって思ったけど、それを気づいた時は私もう日付回ってたかな。そう、日付回ってました。そうですね。回復失礼します。どうぞ回復ゆっくりしてってください。かいわれぴさん、ジョニーさん、ありがとう。はじめまして、ありがとう。見に来てくださって、よろしければイベント参戦してるので少しでも応援してってくれたら嬉しいです。 LINE ライブ、インスタグラム、ツイッターのフォローも待ってます。今日可愛い感じは見えなくて残念ですね、ごめんなさいジュニーさん、ありがとう。ハート、ありがとうございます。全然ありがとう。いえいえです。ありがとう、見に来てくださって皆さん。こんばんは。ちょっと机の上が、今から勉強したい、勉強じゃなくて勉強なんだけど、
勉強っていうか単語探しなだけなんだけど、したいって思ってるけど机の上が汚いからな。そうそう、あのね、話したい、もうね、もう語りたい、語りたくはないんだけど、なんかね、私本当に毎年9月になると、うん、9月とか10月とかなんですか、秋になるとなんか本当になんて言うんでしょうね、なんか難しいな、なんか悲しい気持ちによくなるんですよすごい簡単に言うとね、もう悲しい気持ちによくなっちゃって、そう、ありがとう、ハートありがとうございます。タイゴンさんこんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。寂しくなる、黄昏れた、寂しくもなりますね。なんかその私って本当に友達があんまそんないっぱいいるってわけじゃないんですよ。でも別にいつもなら別に本当に仲いい友達と一緒に楽しくワイワイできたらそれがいい、一番いいじゃないですか。それが別にそう、なんか人数を求めてもって感じだし、それが一番いいと思うんですよね。でもなんかこの時期になると本当に中学生の頃からなんだけど、なんか10月9月とか10月になると本当に なんて言うんだろう、悲しい気持ちとか寂しい気持ちとかがすごいたくさん出てくるんですよ。毎年毎年この時期なの、本当にこれってなんかの現象なのかなってないけど、みんなもそうじゃないのかなって思って、私だけなのか分かんないんですけど、そう、それがちょっと気になってました。ゆうじさんもありがとう、あと662さんもありがとうございます、ハート送ってくださってありがとう。どうなんでしょう皆さん、私だけなのかな、どうなんだろう。りょうくんさんこんばんは、ありがとう、見に来てくれて、やっほー。そう、難しくて、そう、それが難しくて、まあなんだろう、今年はまあないかなって思ってたんだけど、ちょうど最近そういう時期が来て、なんかもう本当にもう特になんでしょうね、いろいろもう悩みが多くて、多いっていうくて、もうどうしようみたいなのがあったトリックアトリート大根さん、トリックアトリートこんにちは。医学的には説明できるみたいですね。そうなの？やっぱそうだよね。そうだよね。この時期なんかね、寂しいっていうか悲しい気持ちによくなりやすいみたいな。毎年この時期そうなんだよね。今日はハロウィン記念にペイペイ100円と T ポイント10当てました。いいな。ハロウィン、そっかね、ハロウィン記念だよね。うん。そうですよね。ゆうじさんありがとう、ハート。662さんもありがとう、ハート。寂しいといえば寂しい、うん、寂しい、まあなんだろう、人に会いたいみたいな、そう、友達多いってわけじゃないけど、寂しいっていうか悲しいだな、どちらかといったら。某アプリのドボンがスマホが古くて今日更新できなくて積んだ2年間ありがとう。バイバイしたんですか？50は当たったけど土日で買えない対象商品だから意味ないけど、勢いとだけは認める。いいな、羨ましいです。そう、花さんこんばんは、ありがとう、見に来てくれてありがとうございます。回復ありがとうございました。いえいえです。リュウさん、ユージさんありがとう、ハート送ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。なんかなんだろう、
気分転換みたいなさ、気分転換になるようなことってなんだろうね。気分転換みたいな感じなもののことをしたいんだけど、まあ、思いつかなくて。そう、なんかみんな何してますか？なんかその気分転換で 何をしますか？なんか旅行とか、旅行も学校あるからそんな行けないんだけどな。そう、リュウさんありがとう、ラブリーな子にありがとうございます。平日も当たったことある。その時は乳酸菌プラスの少し割高なミルクティーか。ミルクティーいいな、おいしそう。そう、食べる食べる、なんだろう、食べ物でストレス発散はな。でもそれもありだよね。でもストレス発散溜まってるってわけじゃないんだけど、なんかなんか なんだろう、なんかね、夜になるとなんか悲しい曲イヤホンで聴きながらなんか天井を見てるとなんか悲しい気持ちになってくるんですよ、この時期って。あの夏とか別に悲しい曲聴いてもなんともっていうか、なんかうるうるするんだけど、なんかこの時期になると本当にもうなんかやばいんですよ。だから本当にもうなんか何なんか本当にやばいんですよね。そう、ローストビーフ丼食べたら治るかなね。ボストンさんありがとう、ハート。ヤスエさんもありがとう、ハート、ありがとうございます。1ポイントだと買わないけど50ポイント当たった時だけ買ってる。いいな、いいですね、それは。そう、ありがとう、ありがとうございます。ヤスデさん、マークさん、カズさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。よろしければイベント参戦してるので少しでも応援してってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。いえいえです。悲しい時ってネタの芸人いたのいますよね。え、悲しい時ってですか？あんまわかんないけど聞いたことあるかも。そう、なんか悲しいっていうかね、なんて言うんだ、あ、まず教科書がない。これは私に勉強しなくていいって言ってる合図なのかもしれない。いや本当に課題があった、終わらなくて。課題については別になんか何とも思ってないんだけど、なんかこれからどうしようみたいななのかな。うん、まあ私は高校2年生で進路を周りが考えることが多くて、周りが進路考えてると自分も考えようって必然的になるじゃないですか。それでまあなんか考えて、なんだろう、なんかそう、なんか私どうしようみたいなことを思う、最近思うことが多くなったんですよ。まあ誰でも通る道ですよね、それは。誰でも進路悩むもん、当たり前に。そう、こんばんは、ありがとう、小粋なさとくんさん、山ちゃんさん、こうさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。散歩とか自転車乗るとか、カレー運動とか、自転車ね、音楽聴きながらね、この時期の夜ですね。そうですよね、そう、やっぱそうなんだよ。こんばん、こんばんみ、やまちゃんさん、ありがとう、フォローしてくださってありがとうございます。よろしければ LINE ライブイベント参戦してるので少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう。こんばんは、小池のさとくんさん、こんばんは。ねえ、考えますよね。そう。進路悩むよね。
ターニングポイントの年代です。どの年代だ。山ちゃんさん、ありがとう。ハートありがとうございます。受験は落選経験ない今日、受験までが大変だよね。そうなんだよ、大変なんですよ。まさかつさん、こんばんは、ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。しまさんも、こんばんは、ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。皆さん見に来てくださってありがとうございます。よろしければイベント参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうリックはトリート、こんばんは、かゆく失礼します。どうぞかゆくゆっくりしてってください。東大目指してるよ、頑張って頑張ってください。リュウさん、ヤッホー、ヤッホー、こんばんは、ありがとう、見に来てくれて、ヤッホーヤッホー、いつもお世話になってます。いえいえです。あの、ぜひ通ってください、この回復部屋にシーナどうするか決めてない感じなの。え、なんかね、決めてるっちゃ決めてるんですよ。なんか決めてるんだけど、なんかその周りにいつも流されやすい人で、なんか何やりたいこととか、なんかあんまなくて、まああるっちゃあるんだけど、それが何本当にやりたいかって言われたらどうかわかんないんだけど、なんかいろいろ挑戦したいこととかもいろいろあるけど、なんか何ですか、なんかもう難しくて、本当に難しくて、こうこれからなんだろう、自分は年上の友達が多くて、その私的にはみんなを本当にもうすごいんですよ。なんか頑張ってるし、みんなはねすごいって思って思ってるんですよ、私の周りの子は。そう、まあ年齢も違うけど、でも同学年の子でもすごい頑張ってる子いるし、勉強とかすごい子とかもいるし、そう、でも自分はバカだしって考えてると、でよく考えたりすると、なんかもうどうしたらいいんだろうみたいな思うことが、そうなんですよ、多くなりましたね。そう、こんばんは、まさかつさん、こんばんは、かずさん、ありがとう、ハート。そうね、いろいろ考えた方がいいんですよね。そうですよね。そう、ありがとう、ハート、ありがとうございます。ありがとう。ゆうたさん、こんばんは、ありがとうございます。と、しんちゃんさん、ゆうたさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。よろしく、と参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。どうしよう、どうしようだよ。そう、かわいいし、なんとかなるよ。そんなことないよ。ゆうたさん、クシェスルブラン、ありがとう。挫折も想定した方がいいかも。完璧主義者の性格の人はクロス。ね。そうですね。あれは、あれですよ。何やってもうまくいかない脳内じゃ全然ありなんて、ずっとあってたって。みたいなやつ。ありますよね。TikTok で。こんばんは、ゆうたさん、こんばんは、かりんちゃん、きったにゃたくまさん、やっほー、かずさん、乗り物に乗るサリー、ありがとう、ゆうたさんもハートありがとう、ジョニーさんもハートありがとう、ハロウィンコスしないの、ハロウィンコスしないです。ありがとう、まさかつさん、ハート、ジョニーさん、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。見に来てくださって。そうですね、まあ難しいけど、時間が解決してくれるのかな。どうなんだろうね。今を楽しむことが大切なのか、それとも先のことを考えて何もう動いた方がいいのか、本当に分かんないんですよね。
難しすぎて、そうどうしようって感じです。私は難しいな。そう、17歳までは親から虐待受けて大変だった。17歳虐待は辛いな、めちゃくちゃ。辛いな。絶対似合うと思うけど、コスプレはね、ミスコンの時にいっぱいしたので。そう、まさかつさん、ラブリーな子にありがとう。かずさん、ハートありがとうございます。今日僕の大学は女子駅伝でシード権獲得した。すごい、いいな、頑張ってください。ハロウィンの渋谷定点カメラ YouTube で見たけど、まあまあの動物園だった。東京に住んでるお友達とかは結構、何、ストーリーとかで渋谷行く人みたいなあげてた。そう、まだ17歳ですから、16歳ですまだまだ16歳です。なんかでも17歳にはなりたくないって思う。なんかまあ大体の人は、その私が誕生日遅いだけで、周りの人はみんな17とかなんだけど、なんか17って本当に大人だなって思うんだよね。まあ16、まあ17、16も子供なんだけど、そうですね。ねえ、ヘッドロックとか言われて首締めつけられた。え、怖すぎ、怖いな。永遠の16歳か、それは違う。ちゃんと年取ります、私もでも可能ならそれがいいかな。僕は19歳だから、今日初めて終演の投票へ行ってきた。お疲れ様です。選挙が今日で投票終わりだったのかな、今日で。おお、3月は早生まれですね。そうなんですよ。だから3月まで今楽しんだ方がいいのか、先のことも考え、いや先のこと考えて生活することはガチで大事なんだよね。大事なんだけど、なんか本当になんか今は毎日学校行ってバイトしてで配信してっていう生活してて、なんかいや、この時期だけなのかもしれない、こう思うのは。そうですね、この先自分どうなる、なんだろう、大人っていうか高校卒業したらのことかな。うん、そうですね。この曲もめっちゃ好きね、私も好きですよ。そう、こんばんは、ガッチャンさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくれて、やっほー。課金以外のインターネットは15時間以上やっても注意されないので、寮で食事も美味しくて安いので。書類は職員さんに。そうなんだ、すごいね、寮すごいな。ガッチャンさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。セブンティーンという響きもいいな。花のセブンティーンって言いますよね、よく。なんか高校生、私高校生活あんま好きじゃなかったけど、だからでも高校生終わるのは嫌だなって思う。そうですね、まあ終わらなきゃって感じだけど、なんかみんな本当にすごいなって思って、なんか何、人と比べちゃう、どうしても自分は。なのかな。投票時間も終わります。何時まで？20時とかですか。将来のこと考えつついた
ね、そうだよね。でもね、考えるだけでね、本当になんかね、冷えってなっちゃうんですよ。考え、逃げちゃダメなんだよ、本当に。考えなきゃいけないんだけど、どうしても、もうなんかもう本当に、なんかね、難しいね、進路って。もう本当にどうしようって最近もう悩みすぎてね。もうね、そのせいかわかんないけど、世界一寝不足なんですよ。大根さん、ありがとう、ハート。ありがとうございます。終わったら次が始まり、また違う悩みが始まる。ね、どんどん増えていきますよ。レナさん、こんばんは。ありがとうございます。見に来てくださって。ありがとう。よろしければ、ナインナインイベント参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう。プラ思考で行った方が、そうなんだよね。でも、苦手なんですよ、私は、そう考えるのが。そう、だから、どうすれば、どうすれば、みんなはどうやってるんですか？なんかそういうプラス思考で考えたり、ポジティブっていうんですかね、ポジティブに考えたりとかするのってどうし、難しいことだよね。投与時間20時で終わり、20時ですか。なるほどね。小5が人生最悪だったかな。学校で26日、25人からいじめで、8ヶ月暴力来たら耐え切ったけど。耐え切ったんですか？私、それは耐えきれない。すごいよ、めちゃくちゃ。なんかひどいよね、本当に。なんか、大人数対一人って。めっちゃひどいよね。そうですよね。そうだよね。中学の頃も同じこと言ってた。中学の頃は、なんか中学の頃はもっとひどかったんだよね。まあ私もなんかいろいろ中1とか中2いろいろあって、まあすごいいろいろあって、なんか小学校の頃は本当にね、もうすっごい、何、なんかみんなに嫌われるくらいうるさい人みたいないるじゃないですか。そういう立場の人だったんだけど、なんかまあいろいろあって、もう人と話すのが怖くなったなって、そっから何ですか、なんか、なんだろう。最近は全然治ってはきてるはいるんだけど、まあひどい時は全然なんか話せなかった時はあったかな。なんかトラウマみたいな人と話すのがあったけど、まあ全然そんなことないです、今は。本当に本当にめちゃ昔、中1、中2とかの時だから。そう、ゆいなちゃん、こんばんは。ありがとう。ハート、ありがとうございます。ゆいなちゃん、陸人ルアーさん、カイリュウさん、インパクトさん、アッティさん、こんばんは。ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。よろしければ、ラインライブイベントしてるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。ラインライブ、インスタグラム、ツイッター、フォロー待ってます。そう。毎日泣いて、わかる。本当にね、その気持ちガチでわかる。ガチでわかるの。本当に、めっちゃわかる。本当にわかる。かゆうさん、こんばんは。ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。ほう、ありがとう。世界が変わったのね、中学の頃に。変わった。なんかさ、中学校ってさ、最初楽しいじゃないですか。で、なんか楽しすぎて、なんか友達いっぱい作ったんですよ。なんか、何？中学校って小学校よりめっちゃ人数多いからさ、めっちゃめっちゃ友達作ったのね。
て、なんか本当に友達作りすぎて、なんか作りすぎて、なんだろう、トラブルが起きたみたいな感じなのかな。そうだから結果的にはまあね、すごい仲いい子がいれば全然いいんだけど、うん、全然高校今楽しいし、そう、私はその時のこと何とも思ってないな。うん、ミスいちごさん、こんばんは。ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。よろしければ LINE ライブイベント参戦しているので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。カイリュウさん、ありがとう、ハートありがとうございます。応援してる、ありがとう。そう、心配で泣きそう。全然、今元気だったらそれでいいんだよ。全然、今めっちゃ元気だったらね、それでいいんだよ本当に。ねえ、そう、地元の人が中学で集まるからの関係こじれて、そうなんだよね。そうだから全然地元自体は好きなんだけど、まあなんか、まあ、誰しも人間関係で悩むじゃないですか。本当にみんな悩む時期あるじゃないですか。そうだからね、難しいね、人間関係って。うん、人付き合いとか上手に生きるのが難しいのかな。でも中学校めっちゃ部活楽しかったから、中学校戻りたいって思いはあるんだよね。めっちゃ後輩好きだったし、楽しかった。ありがとう、ハートありがとうございますね。なんか人と関わんなきゃ生きていけないけど、関わりすぎるのもって感じだよね。そうですよね。セラさん、こんばんは、ありがとう、見に来てくださってありがとうございます。よろしければイベント参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。 LINE ライブ、インスタグラム、ツイッターフォロー待ってます。待ってます、ぜひぜひよろしくお願いします。部活の関係性は良かったが、他が最悪だったのか。いや、最悪ってわけではなかったんだけど、え、なんだろう、なんか私の学年で本当にいっぱいいたんだけど、まあいっぱいって言っても、まあいっぱい何いたんだけど、本当になんだろう、一クラスぐらい、一クラス、まあ合計で一クラス分くらいの子が、まあ不登校になるくらい、まあなんだろう、ちょっと荒れてるって言うんですかね、荒れてる感じだったんですよ。そうだから、なんかまあそんなに不登校の人いたら一人一人面倒を見ていくっていうのも、まあ難しいじゃない、難しいわけじゃないですか。でも私はなんか部活楽しくて、なんか気づいたら忘れる感じなのね。まあ思い出すこともできるけど、そうそうそう、だからまあ戻ることはできたんですけど、僕の3番目の息子と環境が近いのか。そうなの。え、でも私本当に全然、その時は辛かったと思うけど、全然マジで今ね、今考えたら辛くないって思ってるから、うん、逆にもっといっぱい中学行っとけばよかったって思ってるから、うん、これからも楽しいこといっぱい待ってるから心配しなくて大丈夫。え、本当に楽しいこといっぱい待ってますか。不安です。ヒーポンさん、はじめまして、
ありがとう。はじめまして、見に来てくださってありがとうございます。よろしければ LINE ライブイベント参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。 LINE ライブ、インスタグラム、ツイッターのフォローも待ってます。よろしくお願いします。そうですよね。学園ドラマによくある風景、校庭をバイクで走り出して窓が荒れてる。そんな時代が古くないかな。けど今日何ですか、横断歩道を渡ってる時に、横断歩道じゃない、信号を待ってる時か、信号を待ってる時に、なんだろう、なんかめっちゃね、そのバイク音鳴らすことできるじゃないですか、ブンブンって。そう、ハロー YouTube ってそう、なんかめっちゃね、これ絶対何、わざとなのかなみたいな、わざとなのかなみたいな感じの、なんかくらい、本当にね、めっちゃ鳴らしてる人いた。そう、スクールウォーズの背景が、スクールウォーズって何ですか。ハロウィンだからかな、バイクいっぱいバイクいっぱいいたのってハロウィンだからかな。ワンチャンそうかもしれない。フフ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 。東京リベンジャーズに憧れマフラー外している。音むちゃくちゃ、どうなんだろう、東京リベンジャーズに憧れてるってバイク乗ってる人いなさそう。なんか本当の本物の、何ですか、そのアニメが流行る前からそういう、何、ブンブンしてる人とかいるじゃないですか、バイクね。暴走族っていうのかな、あんま見ないけど私は。でも最近スケボーが流行ってて、スケボーもうね、道路でね、スケボーしてる人とかめちゃくちゃいるんですよ。私の友達もスケボーしてる人何人かいるんだけど、もうなんか何人かっていうか、めっちゃみんなスケボーしてるから、もうなんかね、電車とか乗ってる時にスケボー持ってる人いたら絶対自分の知り合いか友達かって思うくらいみんなしてるんですよ。そうで、なんかこの前スケボー持ってる人で電車乗ってる人いるから、多分あれ私の知り合いかもしれないって思ったんですよ、冗談でね。そしたら本当に知り合いで、やっぱりそうなのかもしれないって思いました。スクールウォーズと東京リベンジャーズ、世代の差が出ましたね。なんか東京リベンジャーズのみたいなものってアニメかな。回復失礼します。どうぞ回復ゆっくりしてってください。ゆうさんファイト送ってくださってありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。間に GTO ってなんだろう、なんだろう、スケボー流行ってんの周りにはいないの、なんだろうね。なんかスケボー去年くらいから結構流行りだしたのかな。なんかみんなフォーロックみたいなのにハマってスケボーをするみたいな感じで、もうみんなスケボーしてるの。私はスノーボードがしたいんだけど、みんなスケボーしてて、なんか最初はその駅裏とかでちょっと練習するみたいなやつが、なんか練習してるんだよねみたいな感じだったんだけど、なんか最近なんかテレビとかニュースとかでもやってたんだけど、なんかその道路とかで、道路のど真ん中とかでなんか迷惑行動みたいなしてる人も多いらしくて。そうだって、スケボーって危険じゃないですか。そうでもやってみたいとは思うんだよね。なんか私、スケボーとスノーボードって大体同じじゃないですか。まあ違うけど、なんか雪の上だったらさ、
そう、全然なんか転んでも全然無傷じゃないですか、ほぼほぼ。ちょっと痛いとか思うかもしれないけど、そう、でもスノボもやってほしい、やってみたいって思うけどな。路地走ってる人いる、ヘルメットなしだと頭打って遠いところへ行く可能性。みんなね、あのヘルメットをしてないの、ヘルメットしてなくて、なんかあの一回転みたいな、ちょっと空中でそのボードを回転させるのとか、よくストーリー載ってるの見るんだよね。そう、危ない、危ないくないみたいな思うけど、なんかやっぱこの年代だと俺らのやり方でみたいな感じの対応されちゃうから、なんか何、人生楽しんだもん勝ち、まあそれはそうなんだけど、そういう対応されるから、そう、でも心配じゃないですか、ヘルメットしないと怖いし。絶対グレートティーチャー鬼塚です。わからない、初めて聞きました。あやむくんあれですか、選手ですよね、選手だよね。そう、新潟は苗場って読みますか。ウィンタースポーツやる場所いっぱいあるもん、あります。スキー場とか、小さい時はソリが、まあ当たり前なんだけど、ソリめっちゃ好きで、そう、なんか別にスキー場行かなくてもソリなら家で山作れたし、そう、いつでもできるから楽だったんだけど、やっぱなんか大人になる、スキーしてからスキーめっちゃ楽しいって思うんですよ。スキー一回したらね、もうね、もう楽しすぎるから、そう、一回一回リフト乗るのちょっとめんどくさいけどね、スキーマジで楽しいから。そう、かっこ悪いからヘルメットつける。あー、なるほどね。まあそっか、ヘルメットかっこ、まあ確かに私が自転車乗り始めた時もヘルメットした方がいいって言われたけど、ヘルメット嫌だって言ってたかも。そう、アランさんはじめまして。たっくんさんこんばんは、ありがとう、見に来てくださって。よろしければ LINE ライブイベント参戦してるので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。 LINE ライブ、インスタグラム、ツイッターフォロー待ってます。スノーボーン選手ですよね。そうですよね。スケボーね。なんか、オリンピックでさ、スケボー有名な、ちょっと、なんだ、有名なってたじゃないですか。みんなスケボー、でもなんかその、あの、回転とか、怖いって思う、本当に。いやでもスケボーできるっていいな。私もスケボーでもこの時期に始めるのってちょっと遅いかな。何かね、趣味とかなんか始めようって思ってたんだけど、そう、スケボーもいいなって思ったけど、ちょっともうこの時期寒いかなって悩んでる。そう、坂ね、ないとね。そうだよね。そう、ヘルメット保護具ですからね、大事だよヘルメット。そう、田舎の高校は自動車通学はヘルメットなしだとまずいらしい。そうそうそう、ヘルメット してくださいみたいな。小学校の時はもうなんか交通安全授業みたいなやつがあったんだけど、なんか自転車のやつとかね、あったんだけど、もうヘルメットしなきゃもうダメみたいな言われてたんだけど、やっぱみんななんかヘルメットは嫌だみたいな言って、なんかヘルメットしてないっていうのが多かったかな。
そうですね。平野歩夢くんはスノーボーではメダリストですが、スケボーは良さそうだったんだ。やっぱ違うのかな、スケボーと。いや違うよね絶対、ま、多少似てるかもしれないけど全然違うよね。なんかスノーボードって結局は冬しかできないじゃないですか。その雪が降ってる時しかそうできないからさ、スケボーならさ、まあ、スケボーはそうか、逆に雪降ってる時できないか、まあ、できなくてもスケボーそのできる期間長いから。そうでもスケボー怖いな、転ぶの怖いって思っちゃうんだよねめっちゃ。そう転ぶの怖いな本当に。ね、髪型ね崩れちゃう、帽子とかもそう、ヘルメットだと髪型崩れちゃうから、やっぱ女子ってそういうの意識しちゃうね。防災頭巾よりヘルメットの方が地震で物が落ちた時に役立つね。ヘルメット硬いからね。ひろゆきさん変顔してありがとうございます。変顔ありがとうございます。ありがとう、ナイスです、ありがとうございます。やっすーさんありがとう、ハート送ってくださってありがとうございます。ありがとう、こんばんは。プリントが1枚終わりました。ちょっとあの1階の部屋に筆箱がいっぱい入ってる方の筆箱があるんですけど、ちょっと一瞬3分くらいでそれ取ってくるので、皆さんちょっとここで待機しててください。あの別に電波が悪いとかじゃなくて、あのマイクの音量切るだけなので、本当に全然電波悪いとかじゃなくて、本当にはい、あの3分くらいで戻りますので行ってきます。割とすぐ終わった。なんかなくして見つからないかなと思ってたけど、全然普通にやりました。戻りました。 Q さん、小川さん、やっほー、こんばんは。やっほー、みんなありがとうございます、見てくださって。はあ、ありがとう。こんばんは、おげわさん。こんばんは。ステーショナリーは充実していると勉強も楽しいだ。そう、私全然充実してないんだよね。シャーペン1本で生きてる。とあとなんか丸つけのやつはなんかこういう なんだ音でわかるかな、なんかこういう 3色ボールペンをカスタムできるやつがあるんだけど、それもうなんか青と緑と赤入れてるんだけど、もうなんか赤と青がもうインクなくなって、緑しかそう使えなくなっちゃってんだよね。そう、こんばんは、おぎゃあさん。こんばんは。匂い付き消しゴムは癖になるね。
匂い付きは小学校までだったかな、使ってたの。そうですね、ありがとう。ギャオさんハートありがとうございます。そうこうしてるうちに残り10分ですね。いやー、時流れるの早いですね、めっちゃ早い。そう本当にね、時が流れるのが早いからそう考えちゃうんだよね。明日もどうせするんだろうなみたいな。まあそれはそうだよね。なんか本当に時が進むの早いから、今を大事に大切に生きていこうって毎日決めてるんだけど、毎日意思が曲がるそう、おぎゃーさんキャンディーありがとうございます。ありがとう。赤黒だけなくなるね。ボールペンは黒のボールペン、私シャーペンより使うので、そう本当に3本2本今2本かな、そうストックしてます。そうですね、筆箱の中ぐちゃぐちゃになってる。あ、私ぐちゃぐちゃになってます。なんかクリアなんですけど、クリアでなんか中に入ってるもの見えるんだけど、全部ピンクだから、なんか白のクリアのやつなんだけど全部ピンクすぎて、本当にもうピンクピンクです、本当に。ダダ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 、後悔しないように一日一日頑張っていこうね。あ、頑張ります。本当に後悔しないように。そうですね、ジェイは作戦、作戦全然立ててないな。え、でも立ててたは立てたんだけど、予選じゃなくて、予選と準決勝、違う、予選と準々決勝は何、そんな頑張らないで、準決勝と決勝は頑張るみたいな感じのことは言ってたかな。ダグラスさんこんばんは、ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。ハートも送ってくださってありがとうございます。ありがとう、ナイスです、ありがとうございます。ラブリーな子にも送ってくださってありがとうございます。ありがとう。シャーペンも当たり外れある、芯なくなって入れようとしたらすぐ芯詰まって使えない。え、あるよね、なんかちょっと安い雑貨屋さんとかで、その中学の時はシャーペンとか買うの楽しかったから、そうちょっと安い雑貨屋でめっちゃ買ってたんだけど、なんかそういうのって大体すぐ壊れちゃったりするかな、割とすぐ壊れちゃう。電王さんこんばんは、ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。よろしければ LINE ライブイベント参戦しているので、少しでも応援してってくれたら嬉しいです。 LINE ライブ、インスタグラム、ツイッターフォローしてってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとう、ゆうじとダグラスさんもありがとうございます。ハート送ってくださってありがとうございます。そう、100均のシャーペン買ったら3年ぐらい使えた時もあったから、え、いいな100均。私無印で文房具買えますよ。無印の文房具って割といいって聞きませんか。そう、無印、いつも無印に買ってます。ありがとう、ゆうじさんハートありがとうございます。ありがとう、本当に課題が終わらなすぎて。困りますね。
そう、課題してると悲しくなっちゃうな。しなきゃいけないんだけど、しなきゃいけないんだけどね。タタ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 。ダグラスさん、ありがとう。拍手するブラ、ありがとうございます。ありがとう。無印の使ったことないけど試してみようか。え、めっちゃいいですよ無印。え、待って、ごめん、私も本当にあのシャーペンしか使ったことない無印。でも私が今その使ってるその無印のシャーペンが本当に昔に買ったやつなんですよ。新しく買ったやつもあるんだけど、新しいのちょっとなくしちゃったんだけどな。そう、めっちゃ持ちいい、めっちゃ持ちいいから、あの本当に本当に本当におすすめですよ。わかんない、それにも当たり外れはあるのかと思うけど、まあね、なんかシャーペンとかペン売ってるとこってなんか売り物めっちゃもうなんか試しがいっぱいできるからわからないね。いい文房具使ったら成績が上がる補正かからないからね。それでもね、でもモチベは上がるんだよね。カインちゃん、神ライバーなれるはずなのに。神ライバーが一番上のランクですか？なんか今が次の、あ、配信終わった時に次のランクまでって出るやつが神、あれですよね、次のランクみたいなやつですよね。もうあんま仕組み分かってないんだよね。こんだけ配信してるのにまだまだそんな詳しく分かってないっていう。そう、まあでも最初に比べたら全然分かってきてる方だとは思うけど、課題ちゃんとやるの偉い、嬉しい。ちゃんとやってますよ私は。もうね、いや、あの課題ってやった方がいいってことにもう何回も学んでるので学んで気づいてます。今回こそは学ばないっていうのはやめようと思うので。芯折れにくいのがいいね。ね、クルトガですか、クルトガ。ゆいちろうさん、ありがとう。ハートありがとうございます。ありがとう。スマホの使用時間直近1週間で73時間。へえ、それって1週間でか、多い、多いかな。ゆいちろうさん、ありがとう。ハート。ダグラスさん、ありがとう。ハート。こんばんは。はやとさん、こんばんは。ご無沙汰してます。おはようございます。元気でしたか。私の中では神ライバーありがとう。なんかさ、神ライバー、なんかライバー、私にとってそのライバーイコールラブライバーなんですよ。だから神ライバーって本当に神のラブライバーっていう認識をしちゃうんですよ私は。そう、私ってすごいラブライバーなのかなみたいな。嬉しいことなんですけどね、めちゃくちゃ。そう、こんばんは。はやとさん、こんばんは。ゆういちろうさん、ありがとう。ハート、ありがとうございます。学べるうちに、ただで学べるのは学生のうち。そうなんだよね、頑張ります、学習。おはようです。おはよう、ゆういちろうさん、おはようございます。つんつん、ありがとう。はやとさん、こんばんは、ありがとう。見に来てくれてありがとうございます。次が1時間後の21時から配信なんですけど、ちょっとね、まだ課題があんま終わってないので課題やりながらの配信になってしまうと思うんですけど、あの21時から22時まで1時間、あのラジオだから絶対配信切れないと思うんですよ、電波もいいし。だから最終枠見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう、見に来てくれて。また後で会いましょう。ありがとう、ありがとう。ハートもぜひみんなハート貯めといてくださいね。そう、待ってます。次も見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。